ランキングダイナマイト。真相が不明な不気味すぎる事件5選。長岡京殺人事件。1979年5月23日に京都府長岡京市在住のパート主婦2人が仕事後近くの山林にわらび取りに行ったまま消息不明になり、2日後遺体となって発見された。当時43歳だった主婦 A は全身を激しく殴打され絞殺、体内からは犯人のものと思われる体液が検出された。衣服のポケットからは、追われている、助けてください、この男の人悪い人と書いた鉛筆の走り書きが見つかった。もう一方の当時32歳の主婦 B は全身を50箇所以上殴打され、体に包丁が突き刺さったままだった。現場付近は以前から木や竹が生い茂り、昼でも薄暗く、これまでもレイプ事件が発生していた場所であった。この事件の容疑者は主婦らが山へ入った10分後に目撃された25歳から30歳くらいの男性2人組と言われている。しかし身元は判明しておらず、凶器から指紋も見つかっていないため迷宮入り事件となってしまった。福島女性教員宅弁奏内開始事件。1989年2月28日、福島県田村郡宮古寺村という山間の静かな村の女性教員宅で事件は起こった。その日、夕方6時頃、小学校での勤めを終え、自宅に帰宅した23歳の女性教員。トイレに入ると、便器の中から靴が覗いているのに気がつき、驚いて外の汲み取り口に見に行くと、人の足が飛び出ていた。慌てて警察に連絡。警察、教員の同僚、村の消防団員が駆けつけ、足を引っ張って出そうとしたが、直径36センチしかない汲み取り口から取り出すことは困難であった。やむなく重機で周囲を掘削して、便装ごと掘り出し、破壊して中の人物を出すことができたが、すでに死亡していた。真冬というのに、上半身裸の状態で、狭い便装の中で膝を折り曲げて、身動きできない状態で、発見2日前の26日頃に凍死したと推定された。遺体の身元は女性教員の知人で、同じ村内に住む26歳の男性とすぐ判明した。警察はこの男性が覗き目的で便装内に侵入し、身動きできなくなって凍死したものと断定した。しかし便装の入り口が36センチと狭すぎて、自ら入ることが困難なことから暴力殺人の噂も出ていたが、真相は不明のままだ。広島一家失踪事件。2001年6月4日、岡山県の県境に近い山間の町、広島県世羅町で会社員の山上さん一家が失踪した。58歳の山上正弘さん、会社勤めの51歳の妻純子さん、79歳で母の三恵さん、小学校教師をしていた26歳で長女の千恵さん一家4人が愛犬と共に忽然と姿を消した。その日、妻の純子さんは海外社員旅行へ行く予定であったが、集合場所に現れなかったため、同僚が山上家を訪れたところ、家はもぬけの殻となっていた。不審に思った同僚が通報。警察の捜査によれば、家の玄関の鍵は閉まっており、室内が荒らされた形跡は一切なく、血液反応もない。さらに妻の旅行カバンがきちんと準備されており、妻の旅行代金や定期預金通帳など一銭も盗まれていなかったという。それから1年後近くのダムの湖底から山上さんの車とそれに乗った一家4人と愛犬の遺体が見つかった。警察はその後の調査から一家4人での無理心中と判断した。一家に金銭、その他のトラブルなどは一切なかったため、殺人事件ではないかと噂がされたが、警察によれば納得のいく理由があったため無理心中と判断したとのことだそうだ。その理由は公表されておらず、謎のままだ。
石井舞ちゃん行方不明事件。1991年7月25日、福島県船引町で建築業を営む石井さんの長女で当時7歳の舞ちゃんが行方不明になった。この夜、石井さんの家には石井さんの家族7人と会社の従業員 K と舞ちゃんの友人の女の子2人の計10人がいた。夜10時半ごろ、舞ちゃんと2人の子供が2階の洋間で寝ているのを母親が確認している。午前2時ごろ、カラオケから帰ってきた祖父母は家にいたはずの K がいなくなったことに気づいたが、出かけたのかと思っていた。午前5時20分、舞ちゃんと一緒に寝ていた子供が舞ちゃんの姿が見えないと騒ぎ出して家中がパニックになった。午前6時半、K が外出先から帰ってきて友人に会うため郡山までタクシーで行ったが会えなかったので帰ってきたと言った。警察の調べでは外部からの侵入者はなく、この家に住んでいる者の犯行の線で捜査が進められた。特に従業員 K は暴走族出身で石井さんから厳しく言われていたことがあり、容疑濃厚として厳しく取り調べを受けたが、結局決め手がなく謎の失踪事件のままとなっている。井の頭公園バラバラ殺人事件。1994年4月22日、東京都三鷹市井の頭公園にポリ袋に入った人間の足首が捨てられているのを清掃員の女性が発見した。手足の指紋はほぼすべて切り取られていたが、わずかに残された指紋と DNA から被害者は公園近くに住む当時35歳の一級建築士の男と判明したが、死因は不明。被害者の交友関係からは怪しい容疑者は浮かばなかった。事件当日の深夜0時過ぎ、被害者の男性が二人組の若い男に吉祥寺駅付近で殴られていたという証言があったものの、犯人特定には至らず、2009年に時効を迎えた。時効から6年後、当時吉祥寺在住で露天商の元締めをしていた男が縄張り争いのトラブルで外国人露天商に命を狙われ、逃げ回っていたという情報が出てきた。さらに、この露天商元締めの男がバラバラ事件の被害者によく似ていたというのだ。つまり、被害者は露天商 A と間違えて殺された可能性があるということだ。しかし、これはもう20年以上前の事件。真相はもう闇の中だろう。